キトューバはマサチューセッツ集団バースのサミュエル・パリスが所有した奴隷の女性。彼女の起源は議論されているが、研究は彼女が南アメリカの先住民族であり、サミュエル・パリスと共にバルバドスからアメリカ合衆国まで航海したことを示唆している。キトューバは1692年のセーラム魔女裁判で魔術を行ったと非難された最初の人物であった。 彼女の奴隷化に先立つキテューバの生活についてはほとんど知られていない。しかし、彼女は魔術を自白した時に魔女裁判で重要な証人となり、サラグッドとサラ・オズボーンの両方がこの魔術に参加したという主張もしている。キテューバは投獄され、その後、サミュエル・コンクリンによって釈放されたが、その後の彼女の人生についてはほとんど知られていない。キテューバの夫は、 期限が不明なネイティブアメリカンのジョン・インディアンだったが、中央アメリカ出身の可能性もある。キトゥーバもバルバドスの前に中央アメリカにルーツがあった可能性がある。キトゥーバはアフリカ系アメリカ人であるとの主張があるが、これはサミュエル・ドレイクから虚偽の情報を得たチャールズ・アッパムを部分的に非難しているイレーヌ・ブレスローを含む歴史学者の見解とは矛盾している。 おそらく彼女はバルバドスで生まれたが、彼女は島の捕虜の子孫だった。彼女の夫は魔法裁判の告発者の一人になった。彼らはサミュエル・パリスの教会の記録簿に一緒に記録されている。キテューバはベティ・パリスとアビンゲール・ウィリアムズの魔術の告発を受けた最初の人物だった。キテューバは以前にブードゥーと魔女の物語を女の子に話したと訴えられている。 彼女はセーラムの魔女事件の初めての自白者となった。当初、彼女は魔術に関与していることを否定していたが、後にキテューバはサミュエル・パリスに自白を強要する意図で大出されたため、魔女のケーキを作ったと告白した。彼女は後に疑問を呈し、バルバドスの彼女の女神からオカルトの技術を知っていたと述べ、邪悪な力から身を守る方法と魔術の原因を、 明らかにする方法を教えた。このような知識は害を与えるものではなかったので、キティバはパリスに再び魔女ではないと主張したが、彼女がベティパリスを助けるために魔女のケーキを作った時にオカルトの儀式に参加したことを認めた。これらの自白にもかかわらず、彼女が告白したことをしたという証拠はない。周囲の村の女性や男性は魔術の訴えを受け、 セーラム魔女裁判で逮捕された。キテューバーは、彼女の告白で他人を非難しただけでなく、黒い犬、豚、黄色の鳥、赤と黒のネズミ、猫、キツネ、狼について話した。キテューバーは、別の場所に行くために棒に乗ることについて話した。彼女は、サラオズボーンが、女性の頭、2本の足、そして羽のある生き物を持っていたと告白した。 シテ,テューバの自白は聴衆を混乱させ、ある種の典型的な悪魔学との類似点から、セーラム村では、サタンが住民の中にいると信じる者も,もいた。ありがとうございます。